ああ、そういうことね。感動して泣いちゃうよ、これ。JO1 にドハマりしたボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画は JO1 飛べるからオフィシャルミュージックビデオ、こちらを見てリアクションしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム、JO1 の飛べるからなんですけれども、ジャムの方々からですね、たくさんのおすすめとリクエストの方をいただきましてですね、今回撮影しております。 JO1 のバラードの中ではすごく人気のある楽曲、それが飛べるからというふうなお話も聞いておりますので、見るのが非常に楽しみです。 JO1 飛べるからオフィシャルミュージックビデオのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。そして動画の後半には、誰でも簡単にそして確実に効果が出るボイトレを紹介するコーナーを設けております。今回はですね、喉を広げる筋肉を鍛える、こちらやってみましょう。喉を広げるっていうのはですね、歌を歌う上で非常に重要になってきます。喉を広げることによって余計な力が入らない状態で声を出す、これがですね、自分の持っている歌声の魅力を 100% 発揮するための方法の一つになりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いください。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、鶴さんが大好きな JO1、INI、BE:FIRST、この3アーティストの魅力を紹介するリアクション動画とボイトレ動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画内で僕が過去に公開した JO1 関連のおすすめ動画のリンクを動画画面右上この部分に貼っておきますので、気になるワード出てきたらクリックして見てみてください。リンクの方を見逃した方は概要欄を開いていただき、一番下までスクロールしていくとリンクの動画のトップ画像が表示されておりますので、合わせてよろしくお願いします。それでは早速 JO1 飛べるからオフィシャルミュージックビデオ見ていきたいと思います。あー、こういうかっこいいね、イントロね。飛べるから、あ、レコーディングのね感じなんだね。あ、レンさん、お、エース純喜の声かな。あー、いいね。あ、リーダーだった。あー、これはやばいね。あー、いいね。あー、これは良すぎて言葉が出ないパターンだな。あー、素晴らしい。わー、いいね。これジャムの皆さんがおすすめしてくださった理由がすごくよくわかります。あー、あー、あー、これはね、やばいね。あー、敬語さん、敬語さん、
あ、仲良さそうだね。仲いいんですけどね。これあれかな、たくみさんの声かな今のは。あーやばい、やばいこれは。あー歌詞が良すぎる、曲も良すぎる。いいねいいね、すごくいいね。かっこいい。あー優しい声だ。この辺はジャムの皆さんに向けたメッセージかな。あーいい声だ。この切ない感じの声がまたいいですね。やばい。あーそういうことね。あーこれはあもう JO1 のバラードはなんか毎回泣かせてくれますね。すごくいい。ありがとうございました。 JO1 飛べるからオフィシャルミュージックビデオ見ていきました。いやーもう泣いたね。良すぎる、飛べるからマジでやばいですねこれは。もうねごめんなさいね、歌声のリアクションとか今回できそうにありません。もう曲が良すぎて、歌詞も良すぎて、映像も良すぎる。こちらね本当素晴らしいですね。なんか僕がまだ JO1 に出会ってからまだそんなに日が経ってないですよ。去年のですね夏から秋ぐらいにかけて JO1 に出会ってですね、まあ、そこからの流れしかわからないんで、僕のチャンネルで JO1 のリアクション動画をですね公開した時に、ジャムの方々がですねたくさん JO1 のことを教えていただいて、 JO1 は世界的に大流行した、まあ、流行り病、まあ、ここではね正式名称をあんまりこう出すのは良くないかなっていう風になってたり、 YouTube でねこの話題あまりこう触れると良くないっていう風な話を聞いたことあるんであえて伏せますけど、世界的にですね世界的に流行したあの病のおかげでやりたくても音楽活動がなかなかできなかったっていう風なねお話を聞いて、まあそれとですねちょっと今回のね飛べるからの歌詞を照らし合わせてみると、こう思ったように動けないけどジャムのみんながいるからもう感動して感動して泣いちゃうよこれ。ジャムの皆さんがいるから JO1 は一緒に頑張っていけるんだよみたいな、そういうですねなんか気持ちがすごくこう伝わってきて、本当に JO1 はジャムの皆さんを大切に思ってるんだなとか、そういう風に JO1 が思ってくれるからジャムの皆さんは一生懸命全力で応援してるんだなっていう風なですね、アーティストとファンのですね絆っていう部分をすごく感じて感動して涙が止まらないです僕は。そんな素晴らしいアーティストにですね出会えてものすごく幸せだなというふうに感じていますし、これからも全力でですね JO1 を応援していきますので、ジャムの皆さん今後ともぜひよろしくお願いします。いや本当に感動しました。この後ボイトレコーナー撮れるのかなという感じなんですけれども、いや素晴らしい楽曲でした本当にね。
飛べるからをおすすめしていただいてありがとうございました。僕の中でもこの曲は応援歌になりそうです。辛いことがあったらこの曲聴いて泣いてすっきりしようかなというふうに思いました。以上 JO1 飛べるからオフィシャルミュージックビデオリアクションでした。ちょっと落ち着きましたんでね、ボイトレコーナー撮っていこうと思います。まだね、目のあたりとか赤いかもしれないんですけど、あまり気にしないで一緒にボイトレしていっていただけたらなというふうに思います。喉を広げる筋肉を鍛えるやり方、こちらですね、前もやったんですけれども、かなり大事なトレーニングになってますので、毎日できればこれから紹介する方法でトレーニングしていっていただけたらなというふうに思います。ちょっと鼻声ですね、まだね、すいません。今回の動画はね、このままちょっと進めていきたいと思いますので、ちょっと気になると思いますけれども、お付き合いください。まず喉を広げる方法としては、男性ならば喉仏を下げる、女性ならば口の奥、ベロの奥ですね、舌根を下に下げます。こんな感じで、イメージとしてはあくびをしている時の喉の状態をイメージしてください。あくびをするとですね、喉はこうぐわっというふうにこう広がると思うんですけれども、その状態が喉が広がっているっていう状態です。うまく喋れなかったかな。で、広がった状態をキープして10秒間その状態をキープしましょう。試しにやってみますか。僕のチャンネルはですね、女性の方が多く見ていらっしゃると思いますので、ベロの奥、舌根ですね、こちらを下に下げましょう。まあ、男性ならばね、僕も男性なので僕も男性なんでね、喉仏をですね、下にこう下げて、喉を広がった状態、喉を広げた状態、これをキープして10秒数えますんで、一緒にやってみましょう。じゃあ喉を広げてください。口開けた方がやりやすいかもしれないですね。口を開けて、こう喉を広げていきますよ。せーの。はい、OK です。これをですね、1日3セットできれば朝昼晩と行うことによって、喉を広げるっていう癖がついてきます。で、喉を広げるとですね、いいこと、まあこの動画の最初にも言ったんですけど、喉を広げて声を出すことによって、喉の負担っていうのもものすごく減りますし、気道が広がりますので、胸腔共鳴、口腔共鳴、こちらがですね、非常にうまく使えるようになります。喉を広げるっていうだけで、これだけいい効果がですね、生まれますので、ぜひこちらのトレーニング毎日やってみてください。で、余裕のある方はですね、喉を広げた状態で、はっ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 ていうふうに声を出してトレーニングしてみるとですね、胸腔共鳴、口腔共鳴の響きっていうのがどういうものか分かってきますので、喉を広げるのをコントロールしてできるようになったよっていう方はですね、ぜひ声を出したトレーニング、こちらも一緒にやってみてください。以上、ボイトレコーナーでした。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。いやー、めちゃくちゃ感動したね、今回ね。 JO1 の曲はですね、まあ、毎回感動するんですけど、今回がですね、ピークでやばかったですね。もう途中から涙止まらなかったですね。これからも JO1 を応援していきたいと思います。ではでは、動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ではでは、2回目、ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。